さあ始まりました、ハッシュタグ SNS 鬼バズり対超人気 TikToker ×芸人インフルエンサーのリアル二刀流が夢コラボ、最強バズりで天下統一スペシャルでございます。よろしくお願いします。鬼バズりたいんですよね皆さん。超バズりじゃないですよね。基本そのバズったことは繰り返した方がいいです、うん、なるほど、バズったらそれ繰り返せば絶対バズります。同じ動画になっちゃうじゃないですか、同じ動画に。もう全然 OK。 その内山さんが持ってるテクニック 100% 分教えるんですか。人によってコンテンツってやっぱ違うじゃないですか、うん、そうだね、スタイルか特性みたいな、はい、なんかそれを見極めてあげて、じゃあこれをやっていこうっていうのは提案してる。なるほど、翻訳を最初に映しちゃうと、そこは多分スクロールされちゃうんですよ。っていうので最初に自分が映って、で結構声高めのトーンでボンって言うっていう動画の作り方にしてて、待って、これなんか飛びなく叩けるくないみたいな感じでトントンとってやつを上げたらなんか600万回されてるみたいな。すごい、ノリは結構ノリとなんかバイブスを意識してとか、ああコメントが的確すぎて、ね、本当にすごすぎる、すごすぎる本当に。あの運営に全然ハマってないんで、そういうのもあるな、人間性を見られてんじゃない。ちょっと待って、それでは一つ目のコーナー行きましょう。ハッシュタグ SNS を鬼バズらせたい。ロイさん今日一本取って帰ろうとしてる。めっちゃいいやろ、ね、絶対それだよ。この後衝撃な展開がみたいな手をつけて、うん、引き伸ばして、じゃあ何だろうと思うもんね。レレレレディゴーが軸にあってなんでそれ軸にしちゃったの。一番初歩的なこと言われてますよ。レンズが汚れてるんだ。なんだレレレレディゴーより下なんですか。なんだレンズが汚れてるんですか。なんかもっと上のアドバイスもらってましたよね。そうですよ。フォローさせていただきます。